ねねちゃん可愛い,いよねアイドルに憧れて異世界から、でもねねちゃんなんかね待って、これ読んでからでしょ。え、異世界からやってきたチャイナ服の女の子。歌って踊ることと餃子が大好き。たくさんの人に愛される存在になるべく、日々訓練、特訓中。え、故郷では、た、タオリン、タオリンと呼ばれていた。なんでタオリンと呼ばれてんのタオリンってなんだタオリンって。えー、ねねちゃん。ねねちゃん餃子が好きなんだってさ餃子 餃子がが好きななんんだってあ、なんか同じ匂いがするねるちゃん同じ匂いがするぞ。ねるちゃんはハーちゃんマの妹となるべし存在だ。<laughs> いやこんなこと勝手に言ったらもう怒られちゃうからね。やめろハーちゃんと一緒にするんじゃないみたいに言われちゃうから。でもねねちゃんはなんかあれもしかしてちょっとなんか若干病んでるなんかなと思ったんだけどなんかツイッター あの、結構人懐っこい感じで、でもちょっとヤンデリ気質あんのかなと思ったんだけど。ハーチャマの気のせいかなそんなことはないあ、新人 v イツ v ちょっとドジな感じもあるのかな清楚、清楚だね。そう。タオリンって何あ、そういうことあ、桃鈴ってことやタオリンってことへー。え、そうだよね。ヤンデリツイートあったよね。ハーチャマも見たよ。 めちゃめちゃ優しかった。リプ。なんかすんごいさ、なんかさ、ハーチャマのことさ、なんか先輩先輩って感じなんか、こう、なんかすごいさ、優しかったよ、なんか。ハーチャマのこと慕ってくれてたよ。で、これでこれが最後だ。で、最後。いや、濃いな濃いね !5 人とも